ハローアースノイド、シドミードの名分すぎるプレゼンって知ってる？に対する、ネットの反応をお送りするよ。このターン X すごいよ。要するにアンチヒーローを善の側から飛び出して権威に背くようになったものと定義して、対象は社会のルールだけど、その代償を払っている。また一般的にアンチヒーローは数多くの障害や破壊を生き抜いたものであり、それが魅力であると語った上で、そのエッセンスをターン X に込めたと。これは名文。恐ろしくよくできたデザインだと思うわ。メカとして本当に異様だけど、それがキャラクター性や分離攻撃ギミックに生きている。ヒゲがあまりにも難産で、そうか、おはげや日本側が求めてたのは純粋なメカというより向こう好みのキャラクターか。と気づいた後で、めちゃくちゃスムーズに、じゃ敵は味方キャラクターに仇をなすアンチヒーローやな。手を出ししてくるセンスと理解の解像度の高さよ。本当にシドじいさんすげえ人なんだなっていう。この絵なんか稼働ポイントも書いてあってもはや設計図。いや、改めて見てもめちゃくちゃ美しいな。この左右非対称感が化け物っぽくていい。ただ左右非対称であることが原因で描くのが面倒なロボでもある。なので当分は頭部だけ出演させるね。スタッフキャラパスぶっ壊すね。やったぜフラン兄弟よ。今女の名前を呼ばなかったかい。だね、そんなに武器を背負わなくても胸ポケットから出せばいいのに。まだへこみがあるから本来はもっと武装をつけていたんだろうな。シドミード機体の最もすごいところは工業ロボット界隈出身のデザイナーだから、3次元立体化しても基本的に突っかえ棒とかなしで立つように考えてデザインされてるところだよ。ロボットっていうより機械的なのにしっかりマガマガしいのすごいよね。デザインが神がかってる。ラインの組み合わせで考えてくのが商用デザイナーって感じだ。ロゴデザイン的な伊豆の予感から朝日を眺めて、なぜこいつが生み出されるのか全くわからん。やっぱシドぐらいになるとトラディショナルな予感から朝日を見ればモビルスーツのデザインの一つや二つ。なるほど、交流思考でああいったデザインにつながるのか全くわからん。ターン X って設定としては戦闘と修復を繰り返してこんな見た目になったんだっけ。同じナノマシン機なのにターン A につけられた胸の言えない傷とか設定がかっこよすぎる。声よ弟。言えない傷とはすなわち性根なのだ。よく見ると顔も似てる兄弟。イケメンよな。頭部のこの触覚みたいな部分が異星人感を出してると思う。それが好き。ターン X はラスボスのモビルスーツとして存在感がありすぎた。正直、何も知らん時は主役の続投機だと思ってた。だってこんなにかっこいいんだもの。ターン X はヒロイックにも見えるから面白いデザインだと思う。アンチヒーローとしてデザインされたわけだからヒロイックに見えるのも狙い通りなんでは？ロランのターン A が破壊されてターン X に乗り換える展開でもありかもしれない。これがターン A ガンダムの後継機ターン X ガンダムだ。そういや主人公の後継機が出ないアニメだったな。使いやすくしたのはあるかもしれないけど。設定上あの時点で宇宙最強だったので後継機が出る必要はないんだけど。だがオールレンジ攻撃はどう見ても敵のそれ。バラバラ攻撃はもともとジオングでやりたかったこと。ターン A の最終決戦ってファーストのラストになぞらえてるとこもあって粋だなって思った。ここもアムロとシャアのオマージュだよね。好きなガンダムって聞かれてその候補にターン X を入れていいものかってのはいつも悩む。ターン A と同じくガンダムではないやつ。ターンタイプって SD になってもモビルスーツとして異質な感じよね。ターン X ってすごい強いのによくターン A は勝てたな。シャイニングフィンガーも使えるしバラバラになれる。しかも月光鳥も使える。まごうことなきチートじゃねえか。再起動に月の全電力を必要とするあたりすでに化け物。それを2回ぶち込んでやっと起動だからな。まあ言ってもターン A だって十分に化け物だから。ロランも母体賞も機体の性能を引き出せてないとか言われるが、引き出したら文明終わるやつだから。ロランの場合は抑制しようとしてたわけだから、性能を引き出せていないってのはちょっとピントがずれてる気がする。銀河ナム軍が後付けしたのは背中のやつだけなのかな。シャイニングフィンガーも若干後付け装備感がある。ガンダムってプラットフォームでよくも、まあこんなメインのロボが過去から発掘された超兵器って設定でやり通したよな。それに加えて過去の超兵器をメインに持ってきておいて誰が作ったとか種明かししないまま終わる展開も驚いた。どっちもすごいなって思うわ。
あと音楽もすごかった。作品全体にだけど起動音効果音が独特だよな。他で聞いたことがない。ターン同士がぶつかった時の中身が空っぽだってわかる音とかいいよね。あとパイロットよりモビルスーツ同士の因縁の方が深いのはガンダムでは稀なれ。最後のシーンに出てきた人形劇、飛行を含めて再現度高えな。おい、ブルーのヤコップとかいう見た目雑魚な有能コンビ好き。富のアニメは初登場時には使い捨ての三下だろってキャラが後々有能で欠かせない存在になることがあるから驚く。リリ様は三下ではないけどここまで重要人物になるとは思わなかった。月面でターン X と戦うシーン、ビームサーベルを通常より伸ばして相手にダメージを与えようとしている。ここって結構ロランも初見殺しの殺意高めよね。殺さずに戦えるような相手じゃないって一気に仕掛けてるからな。小生自身がハンネルになることだ。これを思い出した。実はバズーカなどちゃんと専用武器もある。あれがターン X の専用武器とは限らない。何せターン X の元々の姿がわからないからな。月面で拾った武器を適当に持たせただけかもしれない。本来の姿で言えばこれがまあ近いのかな。シャイニングフィンガー付き。何が不調なのだ。これで不調なの。ギンガナムのイメージでは相撲タイプぐらいから一撃で撃墜できるはずだった。それができなかったから。こういうのめっちゃ困るやつだよね。不調っぽいけど原因がわからないから修理のしようもない。そもそも干潮な状態がわからなかったりする。めちゃくちゃ大暴れした直後に何が不調なのだは完全に自分イコールターン X 発言で侵食されてんの怖い。寂しさや優しさがない混ぜになったようなこの表情好き。ターンタイプはまだまだ科学の範疇だな。宿体炉とかナノマシンとか、ギリギリ動作原理が理解できる。G ガン世界とかやばいからな。とんでも演出に対して技術設定的な裏付けはある。あるんだけど、その設定が飲み込めるかはまた別問題。ターン X は不動のガンダム最強ラスボスだと思ってる。SD の連中は知らん。ターン A はシリーズの歴代ボスが望んだ地球上の文明を滅ぼして地球を再生させるという大願成就を果たした存在で、ターン X はそれに抗ったヒーローとも取れる。ターン A に一番近いの多分デビルガンダムとかだからね。ターン X 回収には多分ネオジャパンの関係者いるよな。ターン兄弟はこれからどれだけのガンダムが作られても決して埋没しないすごいデザインだと思う。インダストリアルデザインのモビルスーツの極致だからな。デコラティブなモビルスーツはこれからも増えていくだろうけど、シドジーさんがデザインしたモビルスーツ連中はこれからもガンダムシリーズ内で異質さを放ち続けるだろうな。ちゃんと硬くて重くてずっしり中身が詰まってそうな印象を受け取るデザインなんだよね。これはどういう理由でそうなるんだろうね。それが工業的デザインの説得力ってことなのかね。デザインの説明を見ると説得力がすごい。大人になってやっと素晴らしさが理解できた気がする。本当にすごいお方だった。設定的な強さはどうとでも漏れるだろうけど、このデザインから来る説得力はそう真似できないだろうな。シドミードのガンダム感が歪んでるのは1980年代後半に小林誠と交流があって、一緒に作品作りとかしてた中で画集とかを通して間接的に知ったせいかと。要するにシドジーがガンダムを理解できてない頃に書いたのがターン A、 理解した後に書いたのがターン X。 そりゃかっこいいわ。